アルギルダスブトケビチュースはリトアニアの政治家。2012年から2016年までリトアニアの首相を務めた。1985年ソ連共産党党員となり、1991年10月からはリトアニア社会民主党党員。1995年から1997年にかけてリトアニア社会民主党ビルカビルキス支部長を務めた。 ビルカビルキス地区自治体の議員を務めた後、1996年、リトアニア議会選挙、2000年議会選挙で国会議員に当選。2004年から2005年にかけて財務大臣、2006年から2008年には運輸通信大臣を歴任。2009年3月7日より、リトアニア社会民主党党首となった。2009年リトアニア大統領選挙ではリトアニア、 社会民主党から立候補し、得票率11.83%で、ダリアン・グリバウス会手に次いで第2位であった。2012年議会選挙では、祖国同盟の推し進めてきた原発計画への反対を掲げ社会民主党を第1党に導いた。建設計画が進められている、ビサギナス原子力発電所については、計画の総事業費や詳細な工程が、 明らかになっていないことを理由に見直す考えを明らかにした。また他のバルト諸国も含めた液化天然ガスプラントの建設にも関心を示した。福島第一原子力発電所事故については日本政府は十分な情報開示を行っていないと日本の対応に不満を示した上で野党の意見を聞いてみたいとしている。11月22日に 議会の承認を経て首相に就任した。2017年、リトアニア社会民主党の銀タウタスパルツカス党首らが、LSDP の連立からの離脱を決定すると、ブトケビチュースは LSDP を離党した。同じく、LSDP を離党したゲデミナス・キルキラスらは新たに、リトアニア社会民主労働党を決闘したが、ブトケビチュースはこれには加わらず無所属のままとなっている。ありがとうございます。